東京駅前から福井さんでした。そしてこの台風が今後10号の被災地である東北あるいは北海道へ向かっていくというところ、大変気になるところです。十分に雨に警戒してください。続いては御殿場アウトレットが一段、さて今日人気の御殿場プレミアムアウトレットで大型ホテルや日帰り温泉施設を建設するという一大プロジェクトが発表されました。そうなんですよ。でもね、今もう本当にあちこちにあるっていう感じしませんか。まあそうですね、だし今みたいにその大型ホテルの中にどこからも見渡せる富士山っていうのはちょっと魅力的でしたね。これ相当なやっぱりね、なんていうか資源になる感じがしますね。アウトレットショッピングだからみんな、はい、だからの前田さん消費ということですよ。はい、そうですね、まあ、だしあのこうやって海外の方々だけのそのガイドブックみたいなので多分僕らが知らない思いもよらないスポットとかもありそうな、ちょっと見比べてみたいですけどね、というところですよね、はい、独特の楽しみ方ありそうですけれども、うん、まあ温泉など江上さん買い物だけじゃない要素も付加して、あとやっぱりアウトレットで買い物するドラッグストアで買える前田さん何だと思いますか、うん、まあ、ちょっとあの夢のある話をすると、はい、肩こりと聞くとやっぱり肩叩き券とかそういうマッサージ券みたいなものが買えたら、その心も体も癒されるという、不思議なんだけどあんまり夢を感じないな、はい、本当ですか。僕結構あれ好きなんですよね、なんか行為がなんか何が買えるでしょう。実はこれが買えるように、まあ、ロキソニンの頭痛薬とかは知ってましたけども、湿布や縫い薬は知らなかったんで、病院に行く時間がない方々にとってすごい便利ですよね、ということですね、はい、ただまあね、これ分かった、国のすごい政策だね、これはね。そうなんです、国のすごい政策だね。ちょっと僕は分かったな。そうです、はい、どうぞ。要はね、医薬費、医療費、増え続ける医療費を減らしたいという狙い、やめておっしゃいましたけど、はい、真面目な話、悪めですよね、はい、悪め、上位ですよね、はい、で、熊本27位、うん、劇団四季の人気ディズニーミュージカルリトルマーメイド、うん、この舞台でプリンセスの人魚姫アリエルが憧れる王子エリックに抜擢された新人王子様を取材しました。元ハモネプランですって、ですね、僕も見てましたし、いや、あの圧倒的な歌唱力はちょっと魅力的ですね。そうですね、地元のテレビ局で AD さんだったなんて、ものすごい歌のうまい AD さんだったでしょそうですよね、はい、さてこの後お天気です。台風13号を加速しながら関東に接近です。激しい、さあ上を向いて歩こうです。木村アナのね、白い T シャツの着こなしがねすごくいいんですよね僕もね昔はそうだったのかなと思うんですけど、いやそうじゃなかったです。いやそうじゃなかったですよ。いややっぱりあの一人では無理だと思うんです。そうですね、シェアできるんでも嬉しいですね。あれシェアする楽しみ方はね、うん、ありますよね。続いてはリオオリンピックのメダリストたちが映画スターウォーズのイベントに登場し、知られざる師弟関係を明かしました。乗ってましたね、中さんにバスケットボールのプロリーグ B リーグがいよいよ今月22日に開幕します。 J リーグ誕生に匹敵する日本スポーツ界のビッグプロジェクト、その驚きの仕掛けが発表されました。上層を襲ったあの水害から間もなく1年です。茨城県常総市を襲った大規模水害から1年、あの日救助された少年の今を取材しました。